の会の足立康史でございます。今日はあの投資協定、社会保障協定の審議ということであります。まあ、その政治の果たす役割と行政官がしっかりと行政官に任せておけば済む話、この線引きをですね、全く真逆にし取り扱って失敗したのが、まあ、民主党政権であったと、こういうふうに、私は総括を、勝手な総括でありますがさせていただいているところであります。そういう意味で国会の取り扱いについてもですね、そういうラインでこれからも考えていったらいいんじゃないかということで、ちょっと今日はいただいている時間、残りの時間ですね、辻元清美議員と北朝鮮ということで、ちょっと、まあ、北朝鮮大変問題になってますんで、しっかり解明すべきは解明をしていく。ただ大変奥深いものがございまして、大変これ難度の高い仕事であります。したがって今日何か面白いことが分かるということではありませんが、外堀からですねしっかり確認をさせていただきたい、こう思ってます。まずですね、日本と北朝鮮の貿易関係の全体像、これはちょっと割愛します、時間もったいないんで。ですね、いわゆる生コンに使われている、経産省来ていただいてますね。生コンっていうのは簡単に言うとどうやってできるんですか。経済産業省佐藤大臣官房審議官。お答えいたします。コンクリートの原料とそれから砂や砂利、そして水を工場で混ぜて作るというのが生コンクリートの基本的な作り方でございます。足立君、いろいろね、経産省しっかりこういう、ね、生コンクリートについてっていう紙わざわざ作ってくれてね、ありがとうございます。歴史とかね、細かいことはもう割愛しますが、直近で、大体要すればセメントと骨材と、水を混ぜて作るわけですね。昔は現場でこうやってましたけど、今は生コン業界、生コンを作る生コン業界っていうのはもう形成されていて、したがってその生コン業界が骨材を手に入れるもんですから、実はあんまりよくその先が分かんないっていうような議論もあるようでありますが、だいたい骨材は1000万、10万、100万、1000万、1億トンですね、年間使われてます。でそのうち半分が砂で半分が、砂利ということであります。これ、輸入もしてますよね。なんで輸入、どっち聞いたらいいか、なんで輸入がある、こんな重たいもので、重たいっていうのも変ですけど、重たくてもあれか、船で運んできたらいいのか、なんで輸入してるんですか、ね、経産省佐藤大臣官房審議官。ご指摘の通り、骨材には砂、砂利、それから砕石といったものがありまして、砂、砂利、砕石の用途はですね、一般的に言いますと、その多くはやはりコンクリート、それから砂利、砕石についてはコンクリートやあるいは道路に使うといったようなものになっております。これは輸入に限らずということでございます。でじゃあ輸入品はどんなものに使われているかというと、これはなかなか分けることが難しくてですね、詳細に把握はできておりませんが、例えばということで申し上げるとですね、ゴルフ場向けの白い砂とかですね、あるいは装飾品向けの着色された砂利とか、こういったものは輸入の事例があるということは伺ってございます。足立君、大体ですね、直近のもう時間あれなんでこっちから申し上げますが、直近の砂と砂利の輸入ですね、
大体それぞれ、まあ、丸めると10万トンぐらい、輸入があるわけです。ところがそのこれ財務省でもいいんですが、その1990年代、例えば前半を取り上げると、前半を取り上げるとですね、大体砂が、これもうあの資料いただいてますが、砂が大体年間300万トンぐらい、輸入してまして、砂利も300万トンぐらい輸入してます。ところが直近は全世界からの日本の輸入が10万トンずつぐらいに、そうですね、財務省大体そうですね。なぜ減ってるんですか。いや、まず事実関係として大きく輸入が減ってますね。それまず事実かどうか、それからなぜか教えてください。財務省藤代大臣官房審議官、お答えを申し上げます。まずあの数字の観点でございますが、1990年代前半ということで、90年から95年 の、 あの合計の数字を先生今おっしゃったんだと思います。300万トンというのは従いまして、5、6年間合わせたものでございますので、1年間で見ると大体50万トン程度かというふうに思います。平均をしますと、他方で2016年につきましては13万トンということで、あのご指摘のとおり確かにこれ減っております。でこの輸入が減っている理由でございますが、ちょっとこれは私ども財務省の方ではちょっと把握ができておりませんので、お答えをさせていただきたいと思います。足立君、経産省分かります。要すればね、輸入減ってるわけですよ。でそもそも先ほど、まあ、輸入されてる砂砂利は何に使われてるかということですけど、これだけの量があって、で、まあ、だいぶ減ってるわけですけど、当時何に使われていたか、今何に使われているか、いずれにせよそういうものを経産省は把握をしています。経産省佐藤大臣官房審議官。あの詳細にはですね、把握はしてございません。先ほど申し上げた通り、この砂砂利あるいは砕石というのはほとんどがコンクリートおよび道路用という、これもほとんどでございますので、まあ、そういう需要動向というのは一つの要因の可能性はあるということかなと思っております。足立君、今日国交省も来ていただいてますね。何かご知見ありますか。国土交通省木原大臣官房審議官。お答えいたします。国土交通省におきましては、輸入されている砂砂利および砕石の用途については把握をしておりません。足立君、結局私もだいぶこれ時間かけて調べたんですけどね、実はあの砂と砂利の、まあ、国内はですね、国内で、まあ、大きな石をですね、砕いて、砂利にしたり、あるいは砂にしたりということで、先ほどあったようにその業界としては 1億トンの骨材を使って、国内のさまざまな、まあ、先ほどありましたように、半分、多くはコンクリート、それからいくらかは道路、それがもうほとんどですね。建設業界なわけですけども、国交省もそれは知らないと。知らないというのは誰がというか、どういう形で輸入して、輸入された砂や砂利を何のために誰が輸入してどこに行ってるんだということを、把握されてな、あんまされてないんですね。もう一回ちょっと両省、経産省国交省把握す、具体的な把握はしてないということでいいですね。あ、もううなずいてらっしゃるからいいと思います。これちょっと調べてくれますか。私は経産省にいたからね、よく例えば自動車産業とかね、なんて言いますかね、自動車産業、電気産業、いろんな産業がありますが、普通業界団体がですね、全部分かってるもんですよ。で、まあ、財務省もいや、これ数字は全部取ってますけど、中身のことは役所に聞いてください、他省に聞いてくださいということになるので、これは
政府はこれ掌握してないということですが、私の常識から言うとこんなものわからないっていうのはどういう世界だとこう思うわけですね。で経産省に伺うとナマコについてはですね、戦後ですね、何でしたっけスカイツリーでしたっけ、あのスカイツリーが立っているあたりで、初めて日本初の生コン工場ができてですね、で、ちょうど私が生まれた頃からずっとこう団体あの組織化をされていって、さまざまなあの中小企業近代化促進法等の支援も受けながらですね、構造改善をずっと進めてきたということで、業界自体はこれちゃんとあのちゃんとやってるわけです。でこういう業界に聞けばですね、あのなんか聞きにくいとかいうことがあるんですかね。あのちょっとあの特に輸入です、国内はまあ分かってるでしょう。特に輸入されている砂と砂利、これがあの、どういう形で輸入され何に使われているかということを調査いただけますか。こう思ってます。まずですね、あの日本と北朝鮮の貿易関係の全体像、これはちょっと割愛します、時間もったいないんで、ですね、いわゆる生コンに使われている、経産省来ていただいてますね。生コンというのはあの簡単に言うとどうやってできるんですか。経済産業省佐藤大臣官房審議官。お答えいたします。あのコンクリートの原料とそれから砂や砂利、そして、まあ、水を工場で混ぜて作るというのが生コンクリートの、まあ、基本的な作り方でございます。投資の会の足立康でございます。今日はあの投資協定、社会保障協定の審議ということであります。まあ、その政治の果たす役割と行政官がしっかりと行政官に任せておけば済む話、この線引きをですね全く真逆にあの取り扱って失敗したの、ちょっと、まあ、北朝鮮大変問題になってますんで、しっかり解明すべきは解明をしていく。ただあの大変あの奥深いものがございまして、あの大変これあの難度の高い仕事であります。したがって今日何かあのあ面白いことが分かるということではありませんが、外堀からですねしっかり確認をさせていただきたいのが、まあ、民主党政権であったと、こういうふうに、私は総括を、勝手な総括でありますがさせていただいているところであります。まあ、そういう意味で国会の取り扱いについてもですね、そういうラインでこれからも考えていったらいいんじゃないかということで、ちょっと今日はいただいている時間、残りの時間ですね、辻元清美議員と北朝鮮ということで